先ほどは福間幸太郎さんとのコラボレーションで魅了してくれた彼女が第2部では新しいショーナンバーを披露いたします。ビヨンセのナンバーに乗せ皆さんへ愛のメッセージを届けます。鈴木明子さんです。ならではの表現力があるとは思うんですが、はい、プロスケーターとして何が変わったと思いますかね。いやもう表現の幅が広がりましたよね、はい、さっきの月の光ではないですけども、それと比べたらこう化粧も変えて衣装も変えて雰囲気を全て変えて全然違う人に見えますもんね。この新エキビションビヨンセのエクソー、今までの私にはなかったナンバー、何かを演じたりではなくそのまま出ていっている感じがする。まさに感情の赴くままというようにも見えますね。そうですね、このおしとやかな鈴木さんですけれども、はい、こういう元気あふれる元気いっぱいのこの演技も素晴らしいですね。そして今後は振付師としても活動していくということなんですが、まあ、デビューも果たします。はい、可能性を感じられますか。いやもう本当もともと表現力が素晴らしい方選手だったので、それをたくさん選手に伝えてあげればいいなと思います。僕もいっぱい勉強させてもらいたいです。鈴木明子さんでした。XO 腕で形を作りました。